こんにちは、斉藤武です。質問コーナーですね、行ってみましょう。今日の質問はこちらです。いつも配信楽しみにしています。ショートターンがうまくできず何年も悩み続けてきました。先週初滑りで、この質問がですね、28週間前ということなんで、冬前、まあ冬入ったくらいだったんでしょうかね。回答遅くなってすみません。はい、ということで、今シーズンこそ何とかしたいと思いながら、ポジション探しや重心、足を同調させる、体がローテーションしないなどの点に気をつけながら練習しました。その時撮ってもらったビデオを見たら、左ターンはスムーズなのに、右ターン左足外側での内足の方に乗りすぎて体も山側に傾いて、これもうまく滑れない原因かと思いました。ショートターンどうしたらできるようになるでしょうか。何かいい練習法とかアドバイスをいただけないでしょうか、ということですね。質問いただきました、ありがとうございます。小回り、まあショートターンですね。ショートターンは難しいんですけど、ね、動きも速いですし、重心の落下方向とか結構難しいですよね。はい、じゃあですね、ちょっとアドバイスをさせていただこうと思います。これはですね、まあ一つ原因としては、重心がスキーについていっていないっていうのがありますね。小回りのショートターンを作っていく上で、イメージの仕方とか、あとは練習方法っていうところで、小回りはね、確かにリズムが速いなので、スキーをターン合わせて瞬発的に戻ってくるようなこうね、動きをしなきゃいけないっていうイメージがあると思うんですけど、これ僕の場合はですね、あまり自分の足でスキーをターン合わせてスキーが戻ってくるような状況を作るというよりは、自分の落下のスピードっていうんですかね、進むことによってスキーをターン合わせてスキーが返ってくる状況を作っているんです。なので、あんまりこう筋力がいらないっていうところで、あまり自分の足をこう伸ばしてスキーをターン合わせるっていうのは、まず最初の段階で小回りとしては、基本としてはやっていないんですね。なので、まずは一番大事な基本的なその小回りを作っていく上で必要な動きとして、まず足の長さを変えないで小回りします。こうやって基本というか、普段ねよく見る、他の方がね、まあ、ゲレンデで見る小回りっていうのは、足伸ばしてますよね。こうやってシャッ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 みたいな、まあ、もうちょっと滑らかだとギュインギュインギュインっていると思いますけど、自分の体のところから足を横に出して、足を伸ばして小回りをしています。でもそうじゃなくて、まず一旦足の長さを変えないで小回りをしていく、変えないで小回りをしていくっていうのはどういったことかっていうと、重心ですね、こっちの重心、スキーに対する重心をついていかせることによって滑っていくっていう感じになります。結果的に足の長さを変えないので、そうすると、まずはちゃんとスキーに圧が乗った状態で滑り続けることができるので、まあ、特にですね、その足を伸ばしてしまう、この動きによって良くないのが、体だけ置いていってしまうっていう動きなんですよね。まあ、それを改善するために今言ったですね、ちょっとこう話が前後してしまいましたけども、その体を置いていって、その体の下から足を出す、こういう小回りの仕方を基本にしてしまうと、確かにこうね、絵的にはこう見た目的にはそうなんですけど、完全に体を残しがちなんですよね。こうやって足をこう出すような小回りをしている方、まあそれはただこう慣れていないだけだと思うんですけども、まず一番大事なのは、小回りだろうがコブだろうが大回りだろうが、スキーにちゃんと重心を一緒についていかせながら足を伸ばす、曲げ伸ばしを使っていくっていうことが大事なんですけど、これが動きが速かったりしてしまうと、どうしても体残しちゃって、足だけこうやって伸ばしちゃう、ね、動きをする方が多いですね。でそうするとすっぽ抜けてしまって、結果的に得意な方は乗れる、重心をついていかせられるけど、反対の方は体だけ残っちゃって、スパーンとこうね、内藤気味な動きになってしまうと、そういったことになります。はい、でもしかするとそういった動きになってるかもしれないので、まずは足の長さを変えないで小回りをするっていうのを、やってみてください。はい、これでだいぶですね、動きが変わってくると思います。で次にですね、それを、まあ、今の動きも体にこうね染みついたら、今度肩の傾きを意識してみてください。肩だったり拳の傾きですね、拳がこういう風にあまりこう上下しないように、肩もこういう風にならないように、例えばストック横に持った状態とかで、基本ね小回りの場合っていうのはあんまりこう横向きながら滑っていくっていう感じじゃなくて、割とねフォールライン下の方向を向いてると思います。完全に真下じゃなくて、少しね回線をしてると思うんですけども、だいたい目線は下の方に向いてまま滑っていると思うので、その中で目線の傾きが出ないように滑るんですね、小回りの場合と、コブとかもそうなんですけど。でそれを目線だけじゃなくて、肩もこう下がらない、で肩頑張って目線も頑張ってるのに、頑張ろうとしてるのに肩が下がっちゃう人って、拳の動きがすごいこう出てるんです。
拳の高低差がねついた後に打ち手下げちゃって傾いちゃうっていうのは結構多いので、だから拳の位置もちょっと注意してもらって、拳、肩、目線全部の傾きがあまり出ないような状態でストックついた後もここに拳を置いておく、手首でストックワークをしていくような感じですね。この2つをですねぜひやってみてください。足の長さを変えないで滑っていくことによって重心をついていく小回りをまずやってみる、そこから足の長さを変えるようなね、まずは重心をこう落下させていく動きを覚えて、そこに足の曲げ伸ばしを加えるっていうねことが一つで、あとはその中で肩、目線、あとは拳の傾きがなるべく出ないように小回りをしていく、はい、これをやっていくと、滑りが安定してくると思います。はい、基本的な小回りの、作り方とかね、スキーの操作に関しては回線とかまずポジションのところからとかね、いろんなことがあるんですけど、まあ、そういったところがもしかすると原因になっている場合もありますが、今はですね質問いただいた内容を読んでいると先ほどご案内した2つのトレーニングで治るような気がしますので、ぜひですねそこら辺を注意してやってみてください。ちょっとね真夏になってしまったので、真夏じゃないか、まだ夏にね入る季節になってしまったので、ピスラボとか滑る方滑るようであればですね試せると思いますが、そうでない場合はぜひですねシーズンまでにイメージを作って雪上で試してみてください。はい、ということですね、小回りの質問ですね、どうしたら、まあ、内藤しないで滑るようになりますかという形ですかね、ショートターンですね、答えさせていただきました。質問コーナーはですねこちらのコメント欄ですね、コメントいただければ後ほどお答えさせていただきます。この動画ですね参考になったと思ったらぜひですね高評価ボタンよろしくお願いいたします。最後にですね Facebook ページへのいいねと YouTube チャンネルのチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。